どうも、小杉です。今日の主役はこれ、ダイソーの滑り止め液。こちらの動画でちょっとだけ使い方を紹介したんですが、視聴者の方のコメントからヒントをいただいたので、今日は他の使い方もご紹介します。とは言っても、この滑り止め液はネイル用品ではないので、爪に塗ると悪影響が出てくるかもしれません。自己責任でお願いします。ではやっていきます。まずはネイルチップスタンドに塗ってみます。これね、開けるときに間違えてこっちの方を開けちゃった。こちらではなくって、この上のノズルのところ、ここを開けます。ちょっとたっぷりめに塗ってみました。筆で伸ばして乾かします。じゃあネイルチップ固定できるかな。お、グリップ効いてます。あらら、押さえるポイントによってはこんな風にポロッと取れちゃいます。まあネイルチップ触っててこんなに圧がかかることといったら、スタンプすることぐらいしかないので、スタンパーでムニムニ押してみました。あ、意外とついたままですね。ネイルチップに使うおすすめ度、星3つ。ちなみにこの滑り止め液を取るには、まずマスキングテープでペタペタして、その後エタノールで拭き取りました。次の実験、こちらの動画でご紹介したやり方、キャンドゥのホイールジェルを使ってやった場合はうまくいったんですけども、少し手強いシールを貼る時のお助けになるか、筆に取ってネイル全体に塗ってみます。乾かしてこの手強いシールをのせます。このシールちょっと硬くて浮いちゃうんですよね、端っこが。で、一生懸命こうやってくっつけると、うまいこと言ったかも。でもホイールジェルよりかはやっぱり接着力が不安だな。トップコート塗ってみました。端っこも貼れて割とうまくいったんだけれども、貼り付けるのに時間がかかったから星3つ。次の使い方、小さい小物をひょいと持ち上げるピッカーを作る。これ自作のピッカー、今はキャンドゥのホイールジェルでネチョネチョさせています。今日はここに滑り止め液をつけてネチョネチョさせてみようと思います。乾いたので使ってみましょう。これ鉄球です。結構重いです。まず一番ちっちゃいのクリア、その次に大きいやつ、はい、クリア、そして一番重いやつ、あ、やっぱりちょっと重いね。これは難しいか。ちなみにパールは楽々です。星4つかな。次の使い方、パーツの仮止めに使えるか。滑り止めを塗って乾かして、パーツを仮止めするのに使えるか。えい、星0。次、ネイルホイールシート、一部分の模様にだけ使えるか。このお花だけつけてみます。キャンドゥのホイールジェルでやった時にはうまくいったやり方です。このように使いたい模様にだけ滑り止めを塗ります。こんな感じ、乾かします。乾いて透明になりました。ではこれをネイルにあてがってこすります。なんかグリップ効いてる感じはあるんだけれども、どうかな。じゃあ剥がす。星0。次はこのキャンドゥのゴールドホイール使っていきます。パレットに少しだけ滑り止めを出します。爪楊枝でハートを描いていきました。多分キャンドゥのホイールジェルだと流れちゃったりするので、これするの難しいと思います。ついでに細フレンチなんかやっちゃったりして。乾かします。わ、乾いたらもう全然見えなくなっちゃった。小さくカットしたホイールをつけていきます。カリカリこする。ブラジリアンワックス、あ、なんか可愛いのできた。いいちゃん、細フレンチのところにもつけていきます。なんて貧乏臭い使い方。でも、結構うまいことついてってる。いい感じ、いい感じ。ちょっとガタガタだけれども、トップコート塗ったらこんな感じ。星3つかな。次、ツイザーでこういう小物を取るときって取りづらいですよねって、綺麗に取れた。いや、ここは本来つるんと滑るべきだった。あ、そう、こういう風にね、つるんつるん滑っちゃいますよね。ということで、ツイザーの先に滑り止めをつけてみました。
乾いた後使ってみるともうキャッチ力すごくって、なんなら挟まなくてもついちゃうっていう。ベース&トップでのり付け、この上にうまくパーツが付けれるか試してみます。ほい、あ、ついたついた、ほいほい、いけますね。でもまあピッカーでもできるので、こうやってほいほい、はい、エタノールで拭くと滑り止めはきれいに取れます。ピンセットの滑り止め星4つ。最後の使い方、イタネール。コンビニのレーザープリンターでカラーコピーしてきた原稿です。プーさん切り取ります。元々のイラストはキャンドゥのシールです。クリアファイル、ツルツルの面を上にしてプーさんをひっくり返して乗せます。ダイソーピュアっていうアセトンフリーのリムーバー、炭酸プロピレン、この成分が大事らしい。一滴垂らしたらもう一枚のクリアファイルで蓋をしてガシガシこすります。蓋をしていたクリアファイルを取るとプーさんが下のクリアファイルに転写されています。軽くお水で洗ってきます。優しく水気を拭き取ります。トップコートをプーさんの上にちょっとだけ塗ります。また別のクリアファイルで蓋をしてちょっと押さえます。そして硬化。蓋をしていたクリアファイルを取ってできるだけプーさんの近くを切ります。こうするとジェルの方にプーさんが転写されています。これを剥がしてひっくり返して置いといて、スタンパーにくっつけて使います。滑り止め、プーさん貼りたいところあたりにこうやって塗っていきます。ちなみにブラシはその都度こうやってエタノールできれいにしています。滑り止めが乾いたようなのでプーさん押してトップコートで仕上げました。この使い方星5つですね。ちなみに大きな模様を貼り付けたい場合はさっきの方法だとシワがいってしまうので違う方法をします。と言いつつ間違えてさっきと同じ方法をやってしまいました。これ間違ったやり方ね。はい、ここで間違えているのに気がついて慌ててジャスミンを取り外します。ポリエチレンのラップを使います。多分100均で売っているのはほぼほぼ全部ポリエチレンのラップだと思います。プーさんはクリアファイルに転写したんですが、今度はラップに転写します。ラップに置いてダイソーのリムーバーをかけてクリアファイルで蓋、一生懸命こすって蓋のクリアファイルとラップの方に転写されています。水で軽く洗ってきます。水分を優しく拭き取ってこんな感じ。滑り止めを全体に塗ります。乾いたらジャスミンを貼り付けます。ピーンと貼って、あ、でも地爪を想定して片手でやってみようかな。縦方向にピーンと貼ってくっつける。シワが入らないように引っ張ります。うん、すごいグリップ効いてる感じがする。くっついてます。シワが気になるところはシリコンペンでこすります。カッターでジャスミンギリギリのところを切っていきます。自分の爪にこうやって刃を当てるのに抵抗がある人はこれできない。くれぐれも気をつけてくださいね。力入れなくても切れるのでゆっくり丁寧に怪我をしないように切ってください。ラップを剥がすときには下に向かって引きます。上に剥がすと全部剥がれちゃうかもしれないから。いやー、かわいいこれ。じゃあトップコート塗ってこんな感じ。このグリーンめちゃめちゃかわいいな。大きいデザインも滑り止めでがっちりつきました。星5つ。以上です。参考になった使い方がありましたか？ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画で。ではドローンします。